はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は11月の15日で金曜日です。空はね、ちょっとね、雨降ってるんですよね。ということで今日はキューちゃんは休みです。今日ね、外出るときにね、キューちゃんにね、雨降ってるわって言ったらね、キューちゃんね言うんですよ。キューちゃん絶対行かないからって言うんですよ。散歩に絶対行かないって言うんですよ。まあ雨やで仕方ないんですけどね。でキューちゃんに言ったんですよ。いや今日はね、トリミングだよって言って、でも出かけないとダメだよって言ったらね、キューちゃん絶対行かないって言うんですよ。キューちゃんね絶対行かないって言ってね、もうルンバに乗り込んでたんですよ。もうちょっとね時間なかった、でもう相手せんかったんですけどそのままほっといたんですけど。ということでね、今日ねキューちゃんねトリミングなんですよね。今日はキューちゃんトリミングだから、早めにねちょっとね帰ってね、キューちゃんのブラッシングしてちょっと急いでね用意したいと思います。先日ねカニをもらったんですよ、じっちゃんにカニをもらって、それがねすっごい大きかったんです。もうハツとキューちゃんとジュンちゃんもねカニを見たことないから、カニを見せたろうと思ってね、キッチンの台にねカニを乗せといたんですよ。置いといたのそこに。そしたらね2階にねハツとねジュンちゃんが来てね、なんか騒いでるんですよ。まあ呼びに来たんですよね。でついてったらね、もうねハツがねうんうんってやるんですよ。後ろ向いたらもうね、純ちゃんがね、カニにね、大騒ぎしてるんですよ。この人誰っていう感じで、いや、それはカニやって言ったんですけどね。まあ、カニっていうのは通じてんと思うけど、純ちゃんにね、カニをね、間近で見せたったんですよ。そしたらもう、純ちゃんね、怖がってもてね、シンクの下に入っちゃったんですよね。で、次にね、ハツに見せたったんですよ。ハツはね全然怖がってなかったんですよ。カニをかじろうとしてたんですよ、カニさんを。でキューちゃんが次来てね、キューちゃんにカニ見せてったらね、キューちゃん逃げていくんですよね。絶対ね目を合わそうとしないんですよカニと。まあよっぽどねカニが怖かったんでしょうね、純ちゃんとキューちゃんは。でカニね、カニ味噌汁にしたんですよ。で最初ね鍋に入れたらね大きすぎて入らんかったでね、手足をねポキポキ折ってたらね、純ちゃんがねかなりそうな顔してね見てるんですよ。カニカニがーっていう感じで、水入れてね沸騰させるじゃないですか。もうずっと純ちゃん見てるんですよ。もうカニが風呂入ってるっていう感じで、ほんでちょっとね沸騰してきたらねカニも赤くなってくるじゃないですか。ほんならね純ちゃんもう火加減強いんちゃうかっていう感じでねもう言ってくるんですよ、にゃー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 。まあ純ちゃんからしたらね、もうカニさんがね風呂入ってるっていう感じなんですよ。カニ味噌汁できたんですけどね、いやーあれねめちゃくちゃ美味しかったね。うますぎた。これがカニやーっていう味でした。もう主張がねすごい、カニですっていうもう主張だったんですよ。僕はカニですっていうねもう主張ですごかった。ということでね、カニはね美味しくねいただきました。あのあとね、この味噌汁に入ったカニをね、カニの身をね全部取ってね味噌汁の中に入れたんですよ。そしたらねまたねカニが主張しだしたんですよ。もうカニカニカニっていう感じで、どんだけカニなんじゃいっていう感じでね、もう全部カニやった、カニの味。その後ね味噌汁だけじゃちょっと飽きるから雑炊にしたんですよ。これがまた美味しいのよね、ハツ。ということでね美味しくねカニをいただきました。ハツとキューちゃんとジュンちゃんはねまあねいつもねご飯中集まってくるんですけどね、カニやカニやって言ってたんですよ。怖がってるんやけど、やっぱりねカニのね最後をね見届けようという感じで集まってきてましたね。いやー今日のニュースはねまあほとんどないんですよね。最近アメリカのニューヨークのニュースなんですけどね、タイムズスクエアってあるじゃないですか、まあニューヨークの中心みたいな。
そこに出入りするね、あの渋滞税を作るというのがね載ってたんですよ、記事に。まあタイムズスクエアあたりに乗り入れる車に1日ね、あの1400円ぐらいかなのね渋滞税を取るということです、ということをねニューヨークの知事が言ってるんですけどね。まあそれはね、あのまあ言うたらトランプ大統領が OK 出さないとダメなんですよ。でトランプはね、あのそれについてね、そんな税金取ったらあのニューヨークからね企業が逃げるということで反対してるわけなんですよ。まあどうなるかって言ったら、多分ね、あの渋滞税はね消えるんじゃないでしょうかね、というニュースがありました。今日はね、キューちゃんね、ちょっとトリミングなんでね、あの頑張ってもらわないとダメですね。今日ね、散歩帰ってからね、キューちゃんにね、今日はね、トリミングだよ、キューちゃんって言ったらね、キューちゃん、嘘、今日トリミングなのって言うんですよ、絶対。でも雨でしょって言って、キューちゃん雨嫌いなのよって言うんですよ、絶対言うと思うんですよ。いや雨嫌いなのはわかるけど、もう車の中で濡れないでしょって言ってもね。今日それでね、あのトリミングじゃないですか。でキューちゃんを送った後ね、あの一回家に帰ってくるんですけど、その時ね、ジュンちゃんね絶対同じこと言うんですよ、キューちゃんがいないって言ってじいちゃんね、すぐほんまに同じことばっかり言うんですよ、もうキューちゃんがいない、キューちゃんがいないって言って、いやさっきね、キューちゃん出かけたでしょって言ってもね、もうすっかり忘れてるんですよ。でキューちゃんいないとか言ってね、でハッとね一緒にまた探し出すんですよ、手伝ってくれって言ってね、もうついていくんですけどね、2回行ってもね、んーキューちゃんがいないとか言うんですよ。ハッもね、もう分かってるけど、分かってるからね、ニヤ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 してるんですよこの猫また言っとるわっていう感じでね。で下行ってもね、あの玄関行ってもね、んーキューちゃんいないにーとか言っとるんですよ、あのジュンちゃんが。でハツもね、んーいないねーってこう言ってるんですけどね、結局ね、あの寝ちゃうんですよ探すのもね忘れてね寝ちゃうんですけどね。時々ね、あのぬいぐるみね、キューちゃんのあのに偽キューちゃんのぬいぐるみ置いてあるとね、それで喜んでくれるんですよ、はあキューちゃんやーって言って、ということをね、あのトリミング行くたびにね、あの同じこと繰り返してるんですけどね。ねえハツ覚えてんかハツも覚えてないみたい、都合あるなんてもう記憶にありませんって言うから、政治家や。いやーちょっとね、雨降りそうですね、降ってきそう、もう。いやートリミングの日ってね疲れるんですよね。いや今日はねキューちゃんね頑張ってほしいです。キューちゃん待ってた、めっちゃ待ってた、はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に卵にブロッコリーにきんぴらに小松菜にさつまいもに味噌汁に納豆です。まあほとんどね余りもんなんですけど、はい、卵、いや卵うますぎ、はい、小松菜、小松菜うますぎ、はい、きんぴら、きんぴらうますぎ、ブロッコリー、いやブロッコリーうますぎ、さつまいも、さすがにパサパサや、はい、今日の味噌汁はね、このわかめ入れました、味噌汁うますぎ、やっぱね、朝は味噌汁ですね。今日はね、あのキューちゃんトリミングなんでね、急いでるんでね、早く用意したいと思います。今日もね、朝からね、ごちそうです。
あとはここでね、キューちゃんのご飯を狙ってます。ジュンちゃんはそこにいます。キューちゃんはこたつの横にいます。はい、今日はこんな感じです。ちょっとね、今からね、急いでね、用意したいと思います。